皆さんこんにちは、サモンズステーションのお時間です。 MC のコウスケです、よろしくお願いします。そしてポケモンのレッチです、よろしくお願いします。お願いします。さあ、てなわけでサモンズステーションことサモステでは、サモンズボードの最新情報をどこよりも早くお届けいたします。ということで、うん、前回がですね、はい、5月6日に配信されたと、はい、いうことで約1ヶ月半ぶりのサモスでございます。あ、まあ大体こんな感じだね、周期的にはね。そうね、うん、最近こんな感じが多いですね。最近さ、はい、季節感どうなってんの？あ、すごいよね。僕今日のね、収録で、の日、28度だよ。やばいよね。外でも昨日15度とかよ。すごいこの落差がマジで体調崩してる人多いから本当に気をつけないとなと思って。湿度がやっぱね、あ、変化でかいね。そう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 、うん、それはすぐ感じる。だからこれが配信されてる頃もおそらく梅雨、あ、まだなんかブレてそうだ ね、なんなら夏が始まってたりとかとかそういう感じするのかな、うん、ということでございまして、はい、まあ、今回もね、ちょ、まあ、夏直前ということでそういう何かあるのかなというふうにも思っておりますんで、本日の見どころ見てまいりましょう。こちらでございます。はい、ということでコラボイベント情報、そしてサモンズボード最新情報でございますと出ました。コラボがまあ中心になるのかなという感じですが、はい、ということで早速最初のコーナー行きたいと思います。こちらコラボイベント情報、よいよい。早速ご紹介していきましょう。まずはこちらをご覧ください、どうぞ。思い出せ、この世界に来た時のこと。あの日からずっと悪夢は見ていない。僕は友達を守るためにこの道を選んだ。俺は忘れてた、本気で生きるということ。ちょっと大きなものを失った。遠く離れているが、まだ一人じゃない。ルーデウスです、助けに来ました。無職転生2、異世界行ったら本気出す、コラボ開催決定。はい、来ました、すごいね。我々もね、楽しんでおりますけど、この作品 ね、ということで、まずはでもね、うん、無職転生2知らない人もいると思いますので、はい、簡単に作品の説明をしておきます。2012年から小説投稿サイト小説家になろうで連載が開始され、以来絶大な人気を誇る理不尽な孫の手チョによるナロー系ラノベのパイオニア。本作の主人公はただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの男。ある日交通事故に遭い死亡したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生、ルーデウスとして生まれ変わり、今度こそ本気で生きていくという姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。2021年にテレビアニメ第1期全23話が放送され、そしてこの度第2期が7月2日から放送開始ということでございまして、めちゃくちゃおもろいんですよね、これ。いやー、これね、本当僕今回のね、この、ちょっと先行で教えてもらってこれ見たんですけども、はいはいはい、もう一気に見た。俺も一気にちょっとなんか面白すぎて、よく私言ってるんですけど、うん、ちょっとこう心から憎いキャラがいると、はいはい、私ちょっと感情入りすぎちゃうんですけど、はい、なんかでもそこまでこうめちゃくちゃ悪いやつは、うんうんうん、いないぐらい結構ね、いいまとまり方をしてるんだけど、そうね、ただまあ俺はちょっとね、パウロとルーデスのやり取りのところは俺も、ルーデスにもっと言え、もっと言えと思った。まあでもね、あそこはね、多分今回コラボキャラでいるんですかね、おじさんメンバーのバーさん。いねえよ。いない。マジだ。飲み物出してくれておじさんいないから。いねえよ、そんなの。でも、まあ、本当にすごい、その剣と魔法、ね、俺思ったのがこのアニメ見てて、うん、バトルシーンめちゃくちゃかっこいい。本当そう、すごい気合入ってる。アニメは。何これっていうぐらい、めちゃくちゃかっこいい。なんだろう、作画が細かいのかな。そう、多分ね。動きも綺麗だし。めっちゃおいし、カメラワークもすごい上手だし。うん、めちゃくちゃかっこいいから、もうそこも本当に注目のポイント、世界観とかね、そうですね、いいけど、そういうとこも注目のポイントだと思いました。はい、なんで皆さんちょっと2期に向けて第1期見てはいかがでしょうか。ぜひぜひ見てください。ということで、ここからはですね、うん、無職転生2のコラボに登場するキャラクターを紹介していきます。はい、1体目はこちら、ルーデウスでございます。はい、アスラ王国フィットア領ブエナ村を治める下級貴族グレーラット家の長男。
前世では引きこもりのニートだったが、転生を機に本気で生きようと決意。幼少期から独学や、師匠ロキシーの教えで魔術を学んでいく。フィットア寮転院事件で、エリスと共にマタイ陸に飛ばされ、ルイジェルトと3人で冒険者パーティーデッドエンドを結成。アスラ王国への帰還を目指すということでございます、はい、あのさっき紹介の時、あの作品の紹介でしたけど、うん、今思ったら俺あのルーデウス初体と、はい、あの元のあのと同い年だわ。あ、そうなの？そう。って考えると余計ちょっと共感が生まれ始めた。あ、じゃあだから俺っちが転生したみたいな。みたいな感じ。俺がもうニート引きこもりやってる時に転生したみたいな。転生しちゃったという。すごい共感できる、そう、はい。だから無職転生なのね。はい、さあということで、この無職転生を語る時に必ず出てくるですね。はい。転移事件。うん。まあこれねちょっと知らないとこの後のキャラクターの説明もみんなちんぷんかんぷんになってしまうので。まあ、ちなみにこの転移事件とはですね、渦巻いた魔力が爆発的に広がっていき、フィットア領全域に広がっていった、この魔力に巻き込まれた人や物は消失あるいは強制的に転移されたという事件。この世界で、かなりの人たちが巻き込まれたとございまして、まあアニメのね中盤ぐらいで、そうだね、まあこう世界がこう魔力に包まれちゃって、うん、でその光とともにルーディウスが全然違うところに飛ばされちゃったと。みんなもね、ルーディウスも、はい、ルーディウス仲間も家族とかもそう、だから今までルーディウスが築いてきたその友達とか家族とかの、関係がその事件によってみんなバラバラになって、まあそっから冒険が本当に始まっていくと。そしてルーディウスと仲間たちが一緒に成長していくと、そんな、ことでございます、はいはい、詳しくアニメを見てみましょう。はい、はい、ということで、うん、続いてのキャラクター紹介していきたいと思います、はい、続いてはこちら、ルーデウスの師匠ロキシーでございます、はい、ルーデウスの魔術の家庭教師としてグレイラット家に招かれた魔族ミグルド族の魔術師。見た目は美少女だが成人。フィットア領転移事件後ルーデウスたちの捜索に当たると、はい、ということでございまして、まあ最初はね大丈夫かなこの先生と思ってたけど、まあやり取りを見れば見るほどすごい魅力的な女性だね。そうね、あとちょっとロキシーの秘密を知るとね、えっていう、あー確かにあそうなんっていうね、ていうね、うん、まあこれもねあのアニメで出てきますんで、はい、まあ、非常に人気のキャラクターでございます、うん、さあ続いてはこちら、ルーデウスの、旅の仲間エリスが登場いたします、フィットア領にある、大都市ロアの町長の娘。凶暴な性格の美少女、剣の才能は抜群だが、勉学は苦手。年下のルーデウスから勉学を教えてもらっていた。ルーデウスと共にマタイ陸に飛ばされ、ルイジェルドを加えた、3人で冒険することになると、はい、ということでございます、まあ、ルイジェルドはまた出てくると思うんですけど、はい、まあ、エリスはあの最初のインパクトが俺ちょっと最初はちょっと苦手でした。やばかったよね、エリスちょっとなんか嫌なキャラ出てきたなみたいな、ちょっと凶暴すぎじゃない見ててしんどいなと思ったけど、もうどんどん旅していくうちにもう彼女の魅力に、ね、引き込まれてって、ね、引き込まれていく、結構重要なキャラクターですね。めちゃくちゃ重要ですね、はい、ということでどんどん参りたいと思います。こちら、はい、ルーデウスの旅の仲間のもう一人ルイジェルドが登場いたしますと、忌み嫌われる魔族スペルド族の戦士。寡黙で頑固な性格、ルーデウスとエリスを助け二人をアスラ王国へ無事に送り届けるため旅を共にすると。はい、はい、なんかあれじゃん、そういう事件があったと最初に出会う人物だから、そうね、そこもまたちょっと運良かったよね。そうですね、しかもこのルイスペルド族っていうのはずっとそのアニメの中でもちょっといろいろちょいちょい出てきたりしてね。そうだね、ということでまあちょっと恐ろしい存在なのかもしれないけど、はい、もうアニメ見てて、あとこの容姿もねあのポイントなんで、あ、そうね、多分最初見た時みんなあれ、うん、え違うだ誰誰ってなるからねぐらいちょっと違うので、うん、はい、ぜひともで見てください、はい、さあどんどん参りたいと思います。こちら、ギレーヌが登場いたします。エリスに剣術を教えるために雇われた従属の戦士。リューデウスの両親が冒険者だった頃のパーティー、黒狼の牙の元メンバー。はい、はい、ということで、めちゃくちゃ戦えるけどちょっと勉学苦手なとか可愛い、ね、そうね、うん、かわいい、一緒に勉強する、一緒にね、リューデウスに教えてもらってね、あれが良かった、はい、頼りがいのある人です、はいはい、さあどんどん参ります。続いてこちら、ギュエスも登場いたします。ミリス大陸の大森林北部に住む従属の戦士長ギレーヌの兄。勘違いからルーデスを捕らえ村の牢へ投獄してしまうと、はい、でございます。こちらはとある事件でその村に行くんですけど、そうだね、あ、その時のね、まあ、ギレールのお兄ちゃんとして、はい、オサとしてね、はい、ボスとしてやるんですけど、まあすごいめちゃくちゃ熱いまっすぐな人だね、うん、そしてもう民というかその味方仲間たちが大事っていう人だね、うん、はい、ということでございます、はい、さあどんどん参ります。続いてこちら、エリナリーゼも登場いたします。
国老の牙の元メンバーでエルフの戦士、転移事件で行方不明になったかつての仲間を探すためロキシーと共に、行動するということでございます。あの無職転生僕がしたとしたら、はい、最初に会いに行きますまあちょっと無職転生のねこのアニメの特徴として、そうです、まあ彼女はなかなかに刺さってる、そうなんです最初に会いに行きます、うん、そうね、まあ、魔性の戦士でございます。そうなんです。でもまだ本編ではあんまり分かってないよね。そうだね、まあそういう情報収集のところで活躍してくれたってイメージで、うん、でもあんま戦闘シーンとかないからあんまりね今後気になるうう、うん、ねところです、はい、はい。じゃあどんどん参りたいと思います。続いてはこちら、ルーデスたちと旅先で出会ったギースが登場いたします。猿顔が特徴的な魔族、大のギャンブル好き、イカ様が原因で従属に囚われた際同じ牢でルーデスと出会う、はい、めっちゃ重要キャラです。いや実はねこのギースがね、それこそさっき言ったあのねお父さんとの「てんてんてん」みたいな、うん、なんか最初出てきた時さ、うん、なんかお調子者で、そうそうそう、なんか「先輩!」みたいな感じで、ね、あ、そうそう、ワンチャン裏切るだろお前、うん、ぐらいの感じだったけど、あお前こんなに重要だったのかそうそうそう思わされるね。しかもなんか弱いと思いきやみたいな、ね、みたいなところですね、ね、ということでございます。はい、はい、じゃあどんどん参りたいと思います。続いては俺っち大好きなあの人が出てきます。こちらパウロが登場いたします。ルーデウスの父、ブエナ村に駐在する騎士で優秀な剣の腕を持つ、転移事件でバラバラになった家族を捜索している冒険者パーティー国老の牙の元メンバーということでございます。まずルーデウスと再会した時 の、うん、あのパウロは俺は嫌いだったんだけどあのね、でもその時にルーデウスが言ってたの、うん、年齢で言うなら、うん、ルーデルスより年下じゃん。まあそうだね。で俺もそういう感覚なのよ、いわゆる、はい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 、年下のなんか子供げるお父さんみたいな感じで見てると、うんうん、ちょっと可愛く思えた。まあ確かにね。そう、しかもこうパウロもこう なんだろう、成長してる姿が見えるというか、パウロも成長するよね。力任せでやってきた選手なんだけど、うん、まあちょっと子供ができたことでいろいろ学ぶみたいなね。ちょっと子供もあれだけどね、ちょっと ねまあちょっとそれこの後出てきますんで、はい、ということで続いてこちら、はい、まあ、パウロが出てきたということはもちろんこちらゼニスも登場いたします。はい、ルーデウスの母、治療魔法を得意とするパウロなどと同じく冒険者パーティー国老の牙の元メンバー、転移事件後は消息は不明ということでございます。いや不安だよゼニス、なんか本当に、いや本当最初のね 2,3 話ぐらいはこのゼニスのおかげで、そうだ、ね、ルーデウスはすごいすくすく育って、うん、いいお母さんなんですけども、その転移事件で唯一ね、何も情報がないという。確かに全然情報入ってこなかったよね、うん、まあ本当にラストの方でゼニスがどこにいるかみたいなのが分かってくるんだけど、それは今回2期でやるんじゃないかなというふうに思っております。はい、はい、さあ、続いてはこちら、はい、ということで、リーリア&アイシャが登場いたします。リーリアは、グレイラット家で住み込みで働くメイド、パウロとの間にアイシャを設ける、転移事件後は2人ともシーロン王国へと転移する。いやー、儲けんな。え？間に儲けんな。まあこのお話はね、ちょっとね、うん、おっちょこちょいのパウロさんみたいな。おっちょこちょいのパウロさんがね、いろいろトリガーになってる。まあそれはね、ぜひともあの僕らは深く語らないのアニメ見てください。見てください。皆さん。はい。ということで一旦気を取り直して、はい、続いてはこちら、シルフィエットが登場いたします。ブエナ村に住むルーデウスの幼馴染。いじめられていたところを助けられたことがきっかけで初めての友達となる、魔術に興味を持ちルーデウスから教わると。思い出しました、あの僕憎いキャラいないって言ったんですけど、うん、俺のこのシルフィいじめてたやつら憎いです。そうね、あいつら憎い、ね、そう、あいつら本当に憎い、うん、最初泥だったけど石投げようとして止めたんで、ね、そう、やめろっつって、うん、まあでもなんかこのシルフィエットもなんかこう魔術に対してはかなり、そうなんだよね、なんかね、ルーデウスがでなんか僕しかできなさそうだけどねみたいなのもやっちゃうタイプの、うんうん、けどこの子も才能あって、でもそれ以降実は栄翔してるキャラしか出てこないんだよね。確かにね、だからちょっとルーデウスに近い存在なのかなかもしれないよね。はい、うん、ということで僕らは予想で言ってます。はいさあ続いて ここまでがね、もうガチャキャラでした。はい、もうめちゃくちゃ今回いるんですが、まだまだキャラクター登場いたします。ここからはダンジョンに登場するキャラクターでございます。まずはこちら、はい、ロキシーが駅ダンジョンに登場いたします。おお、こちらロキシーはダンジョンのボス、しかも駅ってことで、はい、まあまあみんながね、すごい入手しやすいのそう、ね、かなと思って、まあ、だからもう本当にあの家庭教師をやってくれるみたいな、あ、相手になってくれる、教えてくれるぐらいのね、うん、感じなんじゃないかなと思います。はい、さあさらにこちら、トクラブ村グレンタイもダンジョンにて入手できます。冒険先でルーデスたちが出会う、新人の冒険者パーティーでございます。いやー、初々しいよね。
そう、でも最初あの魔族の言葉で喋るから、はい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 、でルーディウスしか分かんないから、ああそうだったね、だからエリスにボコボコに喋るってね。そうだったな。そう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 。あとこのシーンで言うと、あのルイジェルドに助けられた後の、うん、なんかシーンもあるじゃん。ああそうね、あれもちょっとまあ幼いからしょうがないなと思って。まあ、でも彼らも今後出てくるのかね、ちょっとなんか気になるよね。なんかそうだけどね、うんうん、ということで、こちらもダンジョンにて登場します。はい、さあ続いてこちら、エクスキューショナーが、極迷宮ダンジョンに登場いたします。B ランクに類するかなり危険な魔族。このまあ B ランクっていうのは、まあ、ギルド的な討伐の、うん、ミッションみたいなのがあって、難易度的なところ、ね、でそれでその B ランクというね、まあ、強さに匹敵するモンスターということでございます。それこそトクラブ村グレン隊がこういろいろなるときに、うん、ヘビとかと一緒に出てきたやつ、ね、はい、でございます、はい、そして、俺っちも先ほど言ってましたこちらのキャラクターガルスが、神級ダンジョンに登場いたします。従属の村を襲い子供と政治を誘拐した密輸人、人儲けする計画だったがルーデウスたちに阻まれてしまう。はい、嫌いですガルス君はちょっと嫌いです、ね、はい、でもねこいつも結構名のあるまあちょっと剣士というか、はいはいはい、まあ、強いね人物でございます。はい、さあ続いてこちら、ランバト報酬としてアルマンフィーが登場いたします。アスラ王国では生きる伝説として強い発言力と政治的な影響力を持つ、ペルギウス、その使い魔の一人、光に変化して移動することができ、偵察奇襲に長ける。まあほぼ謎だよね。まあこいつはまああの転移事件のまあその最中に出てきた、そうだね、謎の人物で、本当本編ではもう何にもほとんどない書かれてない、うん、なんかその時当時この段階だとギレーヌ最強みたいな状況で、うん、ギレーヌを押し込んでるぐらいの実力者ってイメージだ ね、まあ、ね、確かに、うん、ということでございます。はい、さあさあさあどん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 参ります、はい、お次はなんとこちら登場いたします。はい、オルステッドが滅宮ダンジョンに登場いたします。世界最強の7人、7大列強の一人である竜人、この世界のあらゆる生物に剣を恐怖される呪いを生まれつき持ち恐れられている存在と。いやー、無色転生の世界で上位7人に入る実力者がサモンズボードに来てしまったわけですよ、うん、そうですよ、もう勝てませんでもさ、7人いてなんかすごいね、あのほら上位にいるわけだから、うんうん、マジでこいつ大丈夫かな、俺勝てるかな。あとあの呪い系ね、あるじゃん、うんうんうん、あの呪いもなんかいろいろある中で、ルーデウスは関係ないみたいな感じだったから、うんうんうん、なんかそういうのもね今後いろんな影響出てきそうだなと勝手に思ったりをしています。まあね、あの本当に一期では、まあ、とあるシーンで出てくる、うん、でまあ、かなり印象的な、ね、キャラクターなんですけども、はいはいはい、まあ、今後も出てくるんじゃないかなって感じですね。絶対出てくるよね。ね、ということでございます。はい、はい、そして続いてはここからですね、交換所に登場するキャラクターを紹介いたします。まずはこちら、ノルンが登場いたします。ルーデウスの妹、転移事件以降パウロと共に行方不明になった家族を探すということでございます。お父さんいじめないで。あ、こちらのノルンは、うん、お母さんの娘です、はい、あの、はい、ちゃんと兄弟です。ゼニスの娘です、はいはい、ちゃんとルーデウスと兄弟。いや、どっちも兄弟だよまあそうか、うん、そうだ、ね、そうだよ、うん、はい、ということでございます、うん、はい、続いてはこちら、キシリカも交換所に登場いたします。少女のような見た目だが実は魔族を率いる魔界大帝、体内に12の魔眼を持ち、あらゆるものを見透かすことができる。ルーデウスに偶然助けられ魔眼の一つを授ける。なぜかキシリカが出るとあの作画の方向性が変わるという、なんかすごいヌルヌル動くんだよねキシリカ出てくるとめっちゃ楽しいよね。そうねということで結構まだまだ謎の深いキャラ。謎だよね、本当にね、うん、魔界大帝っつってんのにいつも一人なんだよね。そう魔界を本当に収めてるのそう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 、いう可愛いキャラクターでございます、はい、さあさらにこちら、ルーデウス&エリスも交換所に登場いたします。これはエリスの誕生日の、はい、10歳の誕生日のシーンですね。ね、まあ、これいいシーンでしたね。エリスがずっとねルーデウスと練習してて、うんうん、ちょっとうまくいかなかったけどルーデウスが飛び込みで、うん、僕が行きますわ、うんうんうん、最高でした。いいシーン、ここいいシーンでした。はい、そして最後まだキャラクターが登場いたします。おこちら、コラボ期間中お知らせメールにてロキシーがゲットできます。ロキシーいっぱい出てくるね。ロキシー3人出てきます。はい、でも可愛いからいいんです。はい、可愛いからいいんです。でこちら、でもこれこのシーン覚えてる、これロキシー、これなんだ、あー、家に、そう、家に行った時ですね、故郷に、故郷でのって書いてある、うん、故郷なの、そうですね、あのシーン泣けた俺、よかったよね、あのシーン泣けたもうね、言ってるのか分かんないけど、あのなんかね言語とかの問題もあったりして、ね、そうそうそうね、いろいろね、ロキシーのこの村の
こうちょっと特徴というかいろんなそうあったりしてね、うん、泣けたということでございまして、はい、まあね、無職転生人気ナンバーワンキャラクターでございますから、あ、まあそそサモンズボードもですね3体用意いたしましたありがたい、はい、あでも台本見て自分の中でって書いてあった、お前お前の中で、俺の中でした、ごめんなさい、すいませんね、うん、さあということで、続いてはこちら覚醒情報、よいしょ、まあ、はい、このタイミングなんで、そうですね、きっとあれでしょうということで、無職転生2のコラボキャラから、覚醒する、はい、キャラクターを紹介したいと思います、はい、まずはこちらルーデウスが覚醒決定でございます、あかっこいいな、まあでもルーデウスはもうね、もうみんな分かりきってるよね、まあ、確かに、うわでもほらデッドエンドの飼い主だよ、そういつも間違えられてるね名前も覚えられないし、みんなに覚えられないっていうはい、さあそして、気になる2人目は、うん、おこちらでございます、エリスが、覚醒決定でございます、はい、まあでも今回一期のその中では、うん、やっぱメインパーティーのやっぱ一過になってる方なので、ね、うんうんうん、まあそれはやっぱねエリスが来るよ、ぶっちゃけ僕後半はもうエリスも主人公だと思う、そうだよね、ほん、うん、トリプル主人公もしくはダブル主人公ぐらいの感じあったからね、うん、なんで、まあ、覚醒は妥当なのかなというふうに思います。デッドエンドの狂犬。うわなんならマジで強いからな、本当に。ということで、今回のキャラクターの覚醒情報は以上となります。はい、今回もね、覚醒するのが2体っていうのが嬉しいですけど、ね。はい。能力もですね、うん、ちょっと気になるんですけど、今回どうなんですか？こちらご覧ください、どうぞ。キャラクター性の情報、いやもちろんあるでしょう、そうでしょうね、ね、はい、ということで、今回のコラボに登場するキャラクターの性能を見ていきましょう、はい、こちらロキシーでございます、じゃあここから私がちょっと紹介したいなと思います、はいはい、ロキシーなんですけどスキルはですね、雨風雷をイメージした水木光の3属性攻撃が可能と、うん、また敵全体に強力なスキルダメージをエリアフェーズ速攻で発動できると、敵が 2×2、まあ、ボスとかですね、でかい場合ですね、うん、だとチェーンのセカンドアットすれば900倍のダメージを出せるので、まあ、ボス戦でも活躍できるんじゃないかなという感じですね、で TP スキルの方がですね1回目の使用時敵に強力なデバフをかけることができて、うん、能力にダメージ経験もついているので編成も組めばソウルダンジョンの滅に、まあ、一番ですね、うん、の周回とかもできるんじゃないかなという感じでございます、このさ技あれじゃない、うん、あの最後にルーディウスに教えた技じゃん、あだと思うよ、あの見せますねっつって、うん、多分そうだよね、でもあの後も覚えてるよね、あの後はもう一個上がってる、なんかね、そうそうそう、レベルが何人しかいないみたいな、数えるしかいないみたいなやつになってたりするんで、はい、まあ、そういろんな魔法が使えるって意味で三属性があるのかなという印象でございます、はい、はい、さあ続いては、こちらエリスでございます、はい、まあ、これが、まあ、覚醒変身前、はい、とじゃあ覚醒後もいっちゃいますか、はい、じゃあ覚醒変身後こちらでございます、はい、こちらなんですがエリスはですね物理スキル両面で大ダメージを叩き出す、まあ、純正のアタッカーと、うん、スキルはですね TP スキルを使用することで HP が 10% となって HP10 倍以下で速攻発動することが可能と、うん、で、ちなみにですね、アクティブスキルの 50% 回復発動するのは次のターン開始時はいはいはい、になるので使用者直後は注意が必要と、そうかだから、1回10まで下がって、そのスキルによって上がる、HP は次のターンでそうただバーンと50分回復すると、ステップとしては TP スキルで HP 下げる、うん、スキル使うと自分強くなる、うん、けど HP は減ったままで攻撃しに行くけど、うん、その攻撃し終わった後に何か攻撃されると、うん、まあ、すぐやられる可能性があるから、まあ、そこ気をつけてね、気をつけましょうという感じですね、はい、で、覚醒特性はアイテム効果アップ、各攻撃ですが、エリスはアイテム吸収を持っていないので、まあ、アイテム吸収とか全体化の能力を持っているキャラクターとパーティーを編成すると良いかなという感じです、ここポイントです、はい、はい、ということでエリスこちらでございました、はい、さあ最後は主人公こちらルーデウスでございます、うん、これね覚醒前のちょっと注目ポイントがありまして、はい、速攻自身はオートバフ状態、自身はスキルターンを3ターン減少持続中っていうのがあって、うん、これねほぼ毎ターンもう、そうか、スキル発動できる、最初発動したらだってあのスキル減るもんね1個、そう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 っていうのがあるんで、もうめちゃくちゃもうこの覚醒前でもすでに強いというキャラクターかなと思います、うん、しかもこれあれだよね多分原作の無影響ができるからっていう、うん、だと思う、それに多分類する能力を、ね、まあ、サモンズなりに解釈して落とし込んだ形かなと思います、はい、さあ続いてこちら覚醒変身後、いやいいですね、はい、こちらなんですけどスキルはですねスキルレベルを最大まで上げると TP スキルのオートバフのターン減少と組み合わせればほぼ毎ターンスキル発動できる、うん、まあ、さっきのあの覚醒前の状態と同じ、うんうん、効果を付与できるという感じですね、覚醒後はヒット数も8回になるので、まあ、すごく強力ですと、
そしてね、スキルを使用すればするほどダメージが上がるので、ボス戦でもかなり活躍できるなと。なるほど。いう感じでございます。はい。はい、ちなみにこれちゃんと成長してるね。してますね。うん。覚醒変身すると、ちょっと大人になってるね。ね、なってるね。うん。いや、多分、あ、で、そう、さっき言ってたんだけど、うん、ルーデスクはなんとですね、全体がアイテム吸収レベルに持ってます。あ、じゃあちょっと。そうなんです。エリスとの相性がいいんじゃないかなと。うん、エリスが欲しかった、特性を持ってるキャラクターではありますね。うん、はい、はい。ということで、こちらで以上となりますが、はい、俺ちどうでした？個人的にはですね、やっぱこの覚醒変身するデッドエンド系の、うん、デッドエンドの飼い主と狂犬の2体なんですけど、うん、エリスに関しては実はちょっとあんまり触れてなかったんだけど、リーダースキルがすごい強力なんで、うん、まあ、リーダースキルのリーダーとして活躍するシーンが多いかなというところが1個と、あとはルーデスに関してはそのスキルがめちゃくちゃ強いと、はい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 、TP スキルも強いし角スキルも強いんで、まあ、そのあたりで両方とも強力になるんじゃないかなと思っております。はいはい、ということでございまして、うん、じゃあね、ここまでキャラクター紹介しましたが、はい、ここからはですね、コラボイベントやキャンペーンをご紹介したいと思います。お願いします。まずはこちら、はい、コラボ記念ログインボーナスとして、期間中毎日ログインで光結晶最大15個と無色転生2コラボのキャラクターが手に入るログボガチャが5回分ゲットできます。はい、ありがたいですね、うん、こちら毎日ですねログインして取りこぼしのないようにしたいなと思っております。はい、そして今回もこちら、モンスターボックス拡張ミッションがございます。はい、はい、こちらね、結構最大ってでもね、光結晶もらえたりしますんで、そう、地味に大事なんで、ね、はい、ぜひともね、欲しいなと思います、ね、はい、そしてさらにこちら、コラボキャンペーンということで、無色転生2、コラボ記念としましてキャンペーンを実施するということで、ツイッターにてグッズなどのプレゼントが当たるキャンペーンやクイズキャンペーンを実施するようです。詳しくは後日公開するウェブをご確認くださいと。なんか最近グッズとかなんか出てくるね。グッズってなんだろうね。まあロクシーのフィギュアロクシー限定なのいろいろいるだろう。いやでもまあ原作アニメの中でも出てきたから。まあ確かにロクシーのフィギュアだとしたらいっぱいあるだろうそうか、ルーディスが作ってたからね。そうそうそう、まああれではないと思うけど、はいはいはい、はいはい、ということで、まあそれはね、お楽しみにしていただけたらというふうに思います、はい、グッズの詳細はウェブページで上がって、はい、上がるそうなので見てください。承知しました。はい、ということで、無色転生2のコラボ開催期間はこちら、はい、6月22日木曜日から7月6日木曜日の予定でございます。はい、これね、楽しみですね、うん、もうすぐなんで、うん、もう楽しみにしたいなと思ってるんですけど、うん、まあやっぱり、うん、ルーデスとかね、エリスの活躍見たいなと思っております。はい、まあこの流れなんで菅今回はありません。ある。ごめんなさい、嘘です、皆さんありますということで、はい、今回も、用意してございます、こちら、はい、コラボダンジョン先行プレイ。はい、さあということでね、俺っちね、もうプレイしたいということで、はい、今回はですね、俺っちが見たいと言ったルーデウスを主人公、主人公のルーデウスをリーダーとして、はい、冒険者パーティーデッドエンドのメンバーを集めてきました。ほう、さっきね言ったエリス、はい、そしてルイジェルド、はい、そして、コラボ、期間中にログインするともらえるロキシーを入れたメンバーとします。なるほど、挑むのは、コラボの神級ダンジョンでございます。ガルスですか。はい、あいつです。いいですね。倒します、ね、俺戦いたかったもんね。倒します。はい、ということなんで、こちら、俺ちに先行プレイしていただきますが、はい、こちらのダンジョン開発の途中のものとなっております。実施時とは異なる内容になっている可能性もありますのでご了承ください。お願いします。よし、来た。おさあ始まりました。あれ、兄ちゃんがいきなりいるんだぞ。襲われてんじゃん。あー、そこからってことか。あの再現でしょ。なるほどね。あー、もうルーデウスも一生やってていいんだ。そういや、そうだよ。ほい、え、味方っぽいけど味方持っちゃっていいんか。いや、これボス1回かな。ボスっぽいのかな。1、いやそいつボスじゃないし。まあでも今は倒さなきゃいけない。 あ、あ、でも違うな。花垣はお前のごときに遅れを取らんって言ってるから、もうこれ味方の状態だわ、うん、すいません。いや、多分あれでしょ、アニメのあれだと多分その村が襲われてるところの、そうだね、再現でしょ、うん、で、雨を降らしたところだね、うん、ああ、大丈夫、大丈夫。それこそね、ロキシーを教えてもらった魔法で雨を降らしたわ、ね、これ強っ。あ、で、ここでスキルが発動して次のターンで発動してくれる。エリスなんだっけ、回避、水けゴール、
あでもこれはあれだね、チェーンじゃないからここで打ったら味方に当たってしまうね。まあ一旦前出るか。あ、そういう系ね。強これ。ルーデス毎回打てるじゃん。強。ルイジェルドは？あ、回避アップ。ルイジェルド一人で結構なんか解決できそうな。そうだね。回復もでき、あとなんだっけ。連射追撃ついて反撃もあるから。うん、できる。エリスちょっと前ですか。おい、ロキシーが一番囲まれてるってやめてくれ。ロキシー全然ね、このあれシーンでは関係ないけど。関係ない。あのスタッフさん情報だと、おまけで入れましたって、うん、可愛いから見て。確かにね、大事ですね。おい、強えってこれ。ルーデス、マジでスキルシンプルに強えな。うん、いいね、でも、うん、本当にこう原作にあった。そう、持続中だからね。スキル発動するために中が上書きされてるから一生ついてる。え、来た！来たよ。クリーナー。おいおい、飼い主舐めてんのか。そいつらと一緒に。なあ飼い主。どうも飼い主です。ルーデス行ってね。これどっち行こうかな。ちょ、ルーデスで行きたい。一旦ね。そうね。これワンパンしない大丈夫？そこまでさすがに。いや、わかんないよ。まあ、一旦ね、うん、でアイテム吸収あるから動いた方が。そう、ね、でもレベル2だから周囲だけだ、うん、まあ、どうせすぐまた使えるしかもないんだ。あたー！ あ、まだいたわ。あ、よかった。ちょっと、あ、まあ、びっくりした。まだ見て、他にも見たかったね。でもルーデスさん、これがですね、うん、まだバフついてるんで。はい、すごい。はい、ちょっと見、あ、じゃあ せめて他のキャラも見たい。見たいですね、うん、じゃスキルだけ使っとくか。そうで、エリスを前に出したいから、このエリスにバフを。あ、エリスは対象外なのね。まあ光属性だけだからね。じゃあ自分で行くか。で、エリスも覚醒します。うわ、でこれ回収しちゃう系だ。ルーデスで回収できるからね。これどうすってか。お、いや、でもこのままスキルいっちゃう。じゃスキルってどういうでしょ、さすがに。いや、わかんないよ。マジ？一旦じゃステイする。一旦ステイしようじゃ。うん。回収したからちょっと行きますよ。は、うん、い。大丈夫だと思うけどね。うん。ずっとスキル使えるやん、これ。やばくない？もうじゃあ使うわ。うん、メリソン使いたいけどさ。おら！どうだ。まあさすがにね。ヒールーデウス君強すぎるよ。まあでもこのシーンはルーデウス大活躍でしたから。まあ確かにね。うん、エリス見たかったけど、皆さんぜひともゲットしてみてください。はい。さあ、ということで、オレッツさんありがとうございました。はい。はい、ということで、改めてコラボ開催期間はこちら。はい、6月22日木曜日から7月6日木曜日の予定でございます。はい、あっという間なんでね、ちょっと楽しみですね。はい、うん、ということで、まもなく始まる無職転生2コラボ、皆さんもお楽しみに。以上、コラボイベント情報でした。続いてはこちら、サマンズボード最新情報。イエーイ。今回は今後開催されるイベント関連のキャラクターのラフイラストを紹介いたします。まずは、彦星ジュロウジンです。ほう、はい、こちらね、まあ、のラフイラストでございますが、美少年。はい、美少年でいいのか。少女の可能性あるよね。いやいやいや、まあそこは分かんない。でも彦星や。うん、そうだよ、彦星だから何言ってんの。、うん、美少年。はい、まあね、この彦星が来るということは、あ、季節的にね、七夕ですかね。はい、はい、ということでございまして、うん、昨年開催された探偵となった福禄寿と恵比寿が事件に迫る開運七夕だでありましたね。まあちょっと、前回のイベントのおさらいということで、こちら、織姫と彦星の元に脅迫状が届く。同じように運気を届ける仕事をしている者として放っておけないと福禄寿と恵比寿が立ち上がった。自ら織姫と彦星の格好に扮して事件の調査に向かうのであったというのが去年の
去年の七夕イベント、はい、イベントでございまして、はい、今こうやって出てますね、キャラクターこんな感じでございましたと、はい、いうことでございまして、ここからが、新しいイベント、うん、第2弾でございまして、サマーイベントとして登場するようです、うん、今回の事件は、大にぎわいの海の家ラ・シャペルで突如料理が消えるという事件が起きていた、海の家で事件だとなら七夕団として放っておけん。ここのセリフなのこれ。ぽい感じだよね、うん、美味しいものがいっぱいあるし、新たに呪老人も加わり、現場へと向かった七夕団一行に待ち受ける事件の真相とは、またそこに待ち受ける真犯人とは。いいねっていうことでございます。気持ち入ってますね。あ、うん、あでもこれね、あのラ・シャペル、はい、はい、シャルルマーニュが、はい、まあ、夏イベントのね、あれ実は夏イベントのキャラクター結構なんかストーリー性があってね、あるよね、うん、シャルルマーニュ被害者なんだね、そうね、そうね、結構本イベントの方はかなりのね重要人物なんだけど、なんですけどね、はい、ということで次郎人がね、はい、来るということでございまして、うん、はい、真夏の、海の家で起きる事件ってなんだろうねということで、まあ、幽霊、あ、それ夏的にはありえますよね、そういうのもね。さあで、はい、お次はこちら吉祥天が登場いたします。七福団の8番目のメンバーを自称する女性、弁財天をライバル視しているペットを連れて海の家に遊びに来ていて、事件に巻き込まれるというでございます、はい、七福団っつってもね、8番目自称すんな、自称だからね、あ、はい、さあこちらの吉祥天なんですが、まあね、はい、ペットを連れているということで、お次こちら闇イーターが、こちらで出てくるということで、吉祥天が飼っているペット、白熊より少し大きいイメージ、鳴き声はヤミーということで、ごつすぎだろ。めちゃくちゃ入れてるしな、そう、袋になんかね、ポケット入れるわ、口ではいくわね、もう食いしん坊じゃん、はい、ということでございます、はい、はい、続いて、まだこちらもいます、はい、バテンカイトスでございます。大黒天が操るクジラタイプのモンスター、大波に乗ってビーチに押し寄せるということで、堀さんよく見てください、はい、右上、はい、大黒天乗ってます。ああ、なんかなんていうの、炎の上じゃないけど、尻尾の上っぽいところで。配信見てる皆さん、こうやってちょっとこうズームしてみてください。見たりしてください。止めてね。いやー、いるじゃん。はい、ということで、うん、大黒天がモンスターを操って悪いことをしようとしてるみたいです。いや、もうその前に落ちそうだけど、ね。ということでございまして、こちら、うん、までが夏のイベントのキャラクターでございました。いやー、かっこいいな。はい。そして続いても、ちょっとね、とあるキャラ紹介するんですが、はい、別のイベントに登場するキャラクターでございます。そう、こちらレポートでございます。なんかじいさん感がすごいけどね。太古の魔導士、敵意をむき出しな性格と穏やかな性格の二面性を持ち合わせる滅級ダンジョンとして、登場する予定。滅なんだこいつ。はい、ということで進化後もございます。進化後こちら、はい、もう割と原型なくなってるけど、なんかでも俺は横顔に見えるんだよな、なんかおじいちゃんの。俺の右側がなんかちょっとなんかドクロの顔とね、で顔と何なんですかねこれね。しかもこれなんか二属性ありそうな感じするよね。そうよね。まあ勝手なイメージなだけなんだけど。うん、ということでございまして、はい、うん、こちらですね、たくさん紹介したんですが、はい、開催はちょっと少し先になります。まあ、さっきのサマーイベントだったりとか、うん、まあ、このレポートに関してもまだ先の、はい、冬になりますので、期待してお待ちください。はい、ということで以上サモンズボード最新情報でございました。はい、さあということで、無職転生コラボイベントをメインにご紹介していきましたが、今回の新情報は以上となります。はい、オレッジいかがでしたか。いやー、いっぱいキャラ出てくるね今回も。まあ、そんなでもやっぱりね、一期で活躍がすごくしている、はいはいはい、まあエルデウスからエリスからルイジェルドから、うん、でロキシーもいたりとかして、うん、で今回やっぱね、今回というかまあサモンズ割と多いんだけど、うん、コラボのキャラ結構強力なことが多くて、ね、で今回特に実際にプレイさせてもらって思ったのは、うん、やっぱルーデウス、デッドエンドの飼い主ルーデウスと、まあ、狂犬のエリスは、うん、かなり欲しい、まあ、ぜひともゲットしたよね、かなり手に入れたいキャラクターになってまして、でそう、さっきちょっと触れなかったんだけど、うん、エリスに関してはね、うん、覚醒変身後に関しては根性がついてます。そう、今ね多分数えるぐらいしかいない、まだほんと何体、ね、5本の指ぐらいぐらいに入るレベルの数しか実装されてない、うん、まあ根性っていう能力がエリスについてるんで、エリスの性格に合ってるわ、合ってんのよ ね, ね、めっちゃ根性あるからあいつ、うんうんうん、そういうところも含めてすごくね、今回のコラボと相性のいい能力だなと思いますし、はい、ぜひ手に入れたいなと個人的には思っております。うん、コウスケさん逆にどうでしたか。ロクシー、ロクシー欲しい
可愛いし。ロキシーも3体いるから大丈夫。あ、そうか。いやでも俺はちゃんとガチャの方のロキシーも、うん、あー全部ね手に入れたよな。全て手に入れたいですね。うん、確かに。ロキシー可愛いしね。まあ、護身体もねありますからロキシーの。そうだよ。あれ結構大切な宝箱に。ああ、そっちね。ぜひとも皆さんアニメ見てもらいたいけど。そっちあれかと思った。フィギュアの方かと思った。あ、フィギュア出回ったことで、うん、1個事件解決できたじゃん。あ、まあそうね。解決できたからまあ助かったというかね。だし、ルーデウスはね、ロキシーの大事な護身体持ってます。持ってますから。うん。PV 映ってなかった？映ってた。だよね。映ってた。あれ多分護身体な気がしたもん。いやでも違うよ。あれ違うんですか？あの PV に映ってるのは、あれはシルフィーからもらった誕生日プレゼント。あー、そっちなんだ。あれは一緒にもらったの。助けた時に。とある人物を助けた時に、これあれですよ、大事にされてたものですよってルーデウスに。いやいや普通に握ってた気するよこうやって。え、あの護身体の、護身体も、うん、本当にマジで。あれ俺よく見てなかったな、純白と。皆さん気になるのはまた PV 見直してみてください。、はい、俺の見間違いかもしれないんだけど、はい、合ってる気がしますと、ということでございまして、はい、改めてちょっと無職先生2、そして、うん、サモンズのサマーイベント、はい、そしてレポートという謎のキャラクターも登場しましたので、はい、ぜひとも楽しみに待っていてください、うん、ということで今回のサマステは以上となります。皆さんまた次回のサマステでお会いいたしましょう。せーの、 1,2,3 サモンズ無栄翔、無栄翔ウォーターボール能力持ちやん。